きます。おお大きい。でも絶対美味しいポン酢をかけよう。え、なんか同じ具材見てて頭おかしなりそう。キャベツ、キャベツ今日も千切りで食べよう。千切りスタート、千切りスタート。世界を平和にする音やね。確かに、この音が聞こえてきたらもう争いは止まるよね。あ、ご飯の時間だ。家帰るもんな。うん、まさか確かにって言われるとは。千切り完了。水にさらしとこ。トマト、トマト今日はわかめとしらすとあえよ。何それ。美味しそうやろ。美味しそう。トマト切ります。暑いね。むっちゃ暑い今日。ここにわかめちゃん入れます。わかめちゃん、トマト君とわかめちゃん、うん、出会いました。出会いましたって何。釜揚げしらす、塩分 30% カット、国産減塩釜揚げしらす。ちゃんと言う。ここにしらすさんが割り込みます。しらすさん、おーしらすの。それ呼んでんのは誰。アナゴさん的な人をやりたかった。もうめっちゃ美味しそうなんやけど。これででも絶対美味しいポン酢をかけよう。え、さっぱりと。そう、大さじ1ぐらいで、生姜ちょっと入れよう。おお、え、どんな感じなんやろ。意外と想像つかんなね。でもさっぱり、しらすもいるしわかめもあるから結構塩分はあると思う。ってことはこれ味する。味するよ。嬉しい、うん、わあ、トマトのいい匂いが漂ってきた。いいよね、生姜の匂いもするし。これは早く食べたい。これは早く食べたいな。完成。ちょっと冷蔵庫で冷やしとこう。今日はパスタ。今日はパスタ、うん、え、美味しいパスタデイ。今日は美味しいパスタデイ。お塩ちょっとチンします。14分チン。玉ねぎ半分。麺を茹でる前にカット。そう、忙しい、忙しいよパスタの日は。はい、もうフライパンに入れちゃおうかな。ちょっとだけスープ用。ちょっとだけスープ用。しめじ、しめじ、今しじみと分からんの、焦った。確かに形似てるもんね。形じゃないの、名前なの。しめじも半分にしようかな今日は。これもスープとパスタ両方入れよう。ベーコンも入れよう。ベーコン入れよう。うわ、絶対ベーコンからやったから。なんで火にかけたらよかったね。ほい、たっぷりと。結構具沢山だったな。でもう炒めちゃおう。オリーブオイル、スープも火にかけちゃおうかな。火にかけちゃおう。二刀流？うん、なんか同じ具材見てて頭おかしなりそう。なる？何作ってるんだろうってな。そんな真っ白の部屋の中いるみたいな。しんなりしたな。味付けしていこう。コンソメ小さじ1、ケチャップ、いい量。結局パスタ入れたらまたケチャップ入れようってなるもんね。いや、そうなん。胡椒、スープも作っていこう。はい、今日はソーミシャンタン。スープコンソメでもよかったな。なんか中華っぽくなっちゃったよ。サラダがワーやから、ワー幼虫揃ったね。あんま揃えんけどな。オッケー、スープ完成。あと10秒です。はい、3、あ、もう、もういいよ。1、はい、じゃあ水切ってそこ入れればいい。うん、お願いします。大丈夫か。無理です。はい、はい、お願いします。おお、おお、バターを一かけ。何グラムこれ。ちょっと分からん。一かけなんて何。人によらんぞの。ケチャップちょっと追加しよう。めっちゃいい感じよ。パスタは完成かな。今日はナポリタンの上に卵乗せたいね。オムレツ乗せたいね。急いで作ろう。オムナポ、オムナポ、急いで、急ごう、急ごう。急ごう、急ごう。パスタを盛り付けていこう。菜箸から菜箸トングに変わった。全然ちゃうわ。楽。今日はまあまあオムレツ乗せるからね。そうやね、縦積みというよりは。そう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 、安定感が欲しい。たっぷりと、たっぷり乗せとこ。ありがとうございます。よし、はい、はい、一
急ごう急ごう、伸びる前に食べんと。絶対先に乗せた方が良かった。キャベツを今から乗せるわ。いや、そんなこともないと思うけど。キュウリも乗せちゃおう。ありがとうございます。ちょこっと、いや、卵焼こう。割ってこう。今日はもう5個使う。5個。でも、いいオムレツってさ、結構卵使うよね。いや、そうやね、使わんとできひん。早いです。いや、早くはないのよ。切るように混ぜたい、とろっとさせたい。絶対卵割って混ぜとくのは先やったわ。急げ急げ。で、お塩と胡椒を入れよう。シンプル味付け。サラダ油、バターを一かけら。一かけら？パンケーキの上に乗ってるやつの半分ぐらい。いきます。はい。おお。お。ちょっとシワできちゃった。え、美味しそうよ。おお。オッケー。乗せちゃおう。おお、おいしそう。まあまあやな、もう一個も作ろう。第二陣、もっとうまく作りたいわ。伸びるわ、この子伸びるわ。はいはいはい。おお、おいしそう。プルプル。プルプルにはなったな。まあいい感じか。まだ納得いってなかった。これうまくできるようになりたくない？オッケー、くる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 よ。いきます。おお、大きい大きい。ちょっと黄色くならんかった。いや、でもめっちゃ美味しそう。パセリかけとこう。ケチャップと粉チーズはお好みでかけて完成。いただきます。ちょっともうスープ飲もう。うん、めっちゃ美味しい。, 笑っちゃうな。シンプル美味しい。ポタージュみたいね。確かに甘いな。わかめちゃんとしらすさん、言わんときゃよかったと思ってました。うん、うん、夏。生姜が爽やかやな。さっぱり。しらす最近買っちゃうんよな。やっぱ美味しいと買っちゃうよね。うん、美味しくないと変わんないけど。うん、不思議なの。なんでや、生きてるって不思議。パスタ食べよう。ちょっとパスタ自体の味は薄いかもしれんけど、うん、卵にもケチャップかけるから薄めにしてある。美味しいな。オムナポ美味しい。美味しいわ。このオムレツは定期的に作っていこうと思ってんね。絶対うまくなりたいから。作るのなりたい。多分ね、半分以上フライパンなんよ。オムレツってフライパン買えたら上達力が出てきたと。うん、絶対いいハンガー買ったら、うん、そこに服かけるもんね。かける。いい椅子買ったら座るもんな。そう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 。で、いい椅子じゃなくても座るのよ。オリンピックのさ、うん、体操だけはめっちゃ見てない。オリンピックでも体操だけじゃなくてもさ、なんかテレビつけてやってたらなんか見ちゃう。ホッケーとかも。いや、見ちゃうけど。そんななんやな。いや、体操は確かに NHK 入ったりたもんな。うん、今まで体操見に行こうって誘われたことなかったからさ。あの緊張感よくないよ。いや、すごかった。よかった。あっこで着地決めるってすごくない？すごい。俺はもう無理すぎてやめたいけど。緊張が？いや、もう向いてない。だからジャッキー・チェンになりたくて、小学校4年から6年までやって、3年間やったんやけど、うん、でもやっぱもう飛び箱がもう怖すぎて。そっか。一応全部やらなあかんの。一応全部やらないかんのよ。で、床と鉄棒はね、うん、得意やったのよ。得意って言っても高が知れてるけど、だから床とかやったら、怪我するにしても、自分のジャンプの範囲内とかやから、なんとかなるやろっていうので恐怖感がないんやけど、うん、飛び箱に関しては、自分から全力でさ、ここに向かってくる。怖くて怖くてめっちゃ苦手やった。その小学校レベルの開脚とかはさ、うん、全然怖くないのよ。回転したりとかってなってくるとできんできんできんと思う。全力で走ってたあのロイターバーに向かってジャンプしてうわーっていうのが、いや、怖すぎるよな。だからいつもこうやってさ、これダーって走っていくんやけど、ロイターバーに近づいたらさ、トゥ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 遅くなるのよ。で、一回全部のスピードをここで殺してから。絶対赤い。コーチの人にも、いや、なんで弱なんでそこでスピード弱めるのって。うちはその頃、ぬるいソフトボールクラブにいたわ。
ポーツ少年クラブみたいなやつでほぼ 100% 入るのよ、その地域の子たちが。できるだけボールが飛んでこんように祈りつつやってた。全然好きじゃなかった。バットとか打てたの？うん、たまに。でもそれもだからできるだけ順番回ってくるな、回ってくるなと思って。回ってくるやろあれ。そうなんよ、うん、回ってくんねん。でも極力こうさ、早くアウトになってさ、回ってこいだったらいいなって思いながら。むちゃくでも一番やったからさ、あ絶対回ってくんね。割と回ってくんねん。すごいな、向上心のかけらもね。なかったよ。でもちょっとずつ太ってきたからさ、うん、最近もうジャッキー目指すのやめて、サモハン目指してるから。ごちそうさまでした。